だ。しばらく寝とけっての。八神、お前何やってんだこんなとこで。あ、ナベさん。それとそちらは確か桜井だよ。そうでしたね。お前ここにいるのは偶然じゃねえだろう。鼻の利く仲間がいるんです。でそいつらも俺も今回の警察の動きには嫌な匂いを感じてる。なんだと。沢先生の件で警察が RK を追わないのはなんでです。それとも俺が知らないだけでもう調べ終わったんですか。こんなとこで話せることじゃねえの。おいこら、警察が真っ当に機能しているか怪しいんだ。おとなしく言うことを聞く義理はないよ。なんだと。桜井、俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。え、お前も来るだろ八神。そろそろ小便したい時間のはずだ。ええ、言われてみればそうですね。ついてこい。えらくロマンチックなところまで連れてくるんですね。ああ、クソみてえな話をしなきゃなんねんだ。景色くらいは良くなきゃな。県警は沢先生の件、本気で桑名が犯人だと考えてんですか。遊び半分で指名手配なんかしねえよ。札も出てる。桑名一人だけに。その本名は北方優。ずっと偽名でいた挙句、事件のあった時刻、昔の教え子の殺害現場に来てた。俺の目から見ても十分怪しい野郎だね。 RK の相馬はどうです。あいつだって周辺の防犯カメラに映ってたはずです。先生のマンションに入ってくとことか。映ってなかったよ。ふんなバカな。いや、言い方が悪かった。現場周辺で RK を捉えた防犯映像は残ってない。何ですそれ。三越場殺しが起きて以来、警察の上の連中はとにかく政治ってやつにかまけてやがってな。警視庁とどっちが江原を取り調べるか手柄取り合ってる頃までは俺もまだ理解できた。だが殺人動画が出てからはガタガタだ。今回の沢先生の件についちゃもうわけがわからねえ。上にいる誰かは本気で何か事件の真相を隠そうとしてる。隠せるつもりでいる。このご時世にだ。何の話です。警察が組織ぐるみで何か隠してると。まず沢先生が殺された現場周辺の防犯映像だが、押収後に警察内部の誰かが消した。 RK の連中が映ってたであろう部分のデータがどこにも見つからない。防犯映像消した。ああ、残ってたのは桑名がマンションを出ていく姿だけだ。お前が映ってた部分も消されてたよ。事件の前後、防犯映像に映ってた不審者は桑名一人だ。誰が防犯映像を消したんだ。誰ならそんな真似ができる。お前も手引け八神。三越場の件も沢先生の件も追うだけ無駄だ。おまけに多分
こいつは最悪のケースだが、桑名はこの先事故に遭うぞ。何？見つかったが最後、うっかり何かの弾みで警官たちに殺される。暴れたところを取り押さえたら死んじゃいましたとかな。どうも警察の上にいる誰かは桑名に消えてもらいたいらしい。あんた本気で言ってんのか？桑名は何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。俺はもう他の事件を追うよ。お前も組織の一員になりゃわかる。自分の身内がどうしようもなく腐ってたら見ないふりするしかねえだろ。俺はさ、もっとわかりやすい悪党を捕まえて真っ当な刑事でいたいんだよ。ざけんな！臭いもんに蓋をして身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか！あんたそれでも刑事かよ！てめえ誰に向かって口聞いてんだこの野郎！まだ話は終わってねえだろ、鍋さん。防犯映像を消すことができんのは誰だ？うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ？そいつを知ってお前に何ができんだ、エボ探偵！手を引け、八神。お前のためにも言ってんだ。俺のためなら手を引くなと言ってほしいね。もううんざりなんだよ、バカ野郎が！この若手が！どっからでも来な！
沢先生は鍵閉めてたドアを破られて自宅に押し入られました。そこへ入ってったのが RK の相馬です。アイスピックを突きつけられて怖かったんでしょう。俺が彼女を見つけた時、開きっぱなしの目には涙が溜まっていました。なのに警察は相馬を追わずに桑名を追ってる。そこの刑事は違う犯人だと分かってるのに、どうしようもないことだという。なら俺が彼女に代わって声を上げ続けます。それを止めに来るやつが真犯人とその黒幕だ。なるほど、そうかも。でももしその黒幕に心当たりがあんなら、事前に聞いておきたいんですけどね、鍋さん。警察の中に誰か桑名を殺したい奴がいるわけですか？沢先生の件を調べ始めると、すぐ県警の上から犯人はこいつだと資料が降りてきた。それはお前が名指しした相馬の資料じゃなかった。通称便利屋の桑名、北方優の資料だった。おかしいよな。事件直後、現場にいる俺らよりも先にお偉いさんたちが犯人分かっちまったってんだからよ。その北方の情報は誰から？俺は知らん。ただ公安筋の情報とだけ説明があった。警察庁のな。公安？沢先生の件をなんで公安が？どうも連中のお目当てはカムロ町の半グレ、 RK の犯罪者ネットワークらしい。東上会ってヤクザが解散して、犯罪者たちがどんどん地下に潜ってるだろう。で、公安としちゃそいつらの動向を把握するには、 RK を捕まえるより泳がせて監視し続ける方がいい。どうせ悪党なんていくら捕まえたってすぐ次のが出てくるんだからな。公安は RK を潰したくないってことだから沢先生の事件に目をつぶるっていうのか？もし
たった一件の殺しで RK を一網打尽にしたら、また新しい情報源を見つけなきゃならんからな。あくまで公安の立場で言えばだ。バカな。もちろん大ピラにそう言ってるわけじゃねえ。公安によると沢先生を殺したのが RK でないことは確かだとさ。は？なんだよそれ。その根拠は？ないんだよそれが。おまけに RK の相馬ってのを警視庁に問い合わせたが、何の記録も出てこねえ。前科も戸籍も写真の一枚さえもな。つまりどういうこと？相馬和樹って男は記録上存在しないってことだ。それが元々なのか誰かに隠蔽されたもんかはわからねえ。代わりに公安は桑名の資料をすぐに一式揃えて送りつけてきやがった。そしてそいつが沢を殺した星だと上に号令をかけさせた。そんな理屈が通るのかよ。要するに桑名は RK の身代わりだ。公安は沢先生の件をそれで幕引きにしたいとなると、あとは桑名さえ黙っててくれりゃ帳尻を合わせられる。あんたはだから桑名が事故に遭うって。ああ、臭いもんは全部水に流しゃ蓋を閉める必要もなくなる。公安って具体的には誰なんだ？そいつの名前は？あいにくそこまで知らせてもらっちゃいない。俺はお前が考えているよりずっと下っ端なんだよ。はい、渡辺。え？偉人町でか？ん？そうか、わかった。また何かあったら電話してくれ。桑名が現れた。偉人町でさっき目撃情報ありだ。あいつがこっちに戻ってきてる。まだ裏は取れてねえかな。場所は？福徳町。コミジュルって連中がいるコリアンタウンだ。今警察が向かってる。コミジュル？韓国語で蜘蛛の巣って意味だと。見たことねえか、建て増しした廃墟みたいなやつ。そこに桑名がいたって？俺から聞いたって誰にも言わねえよな。そんなに暇じゃないよ。このままだと桑名は事故に遭う可能性があるんだろ。だからあんたは俺に奴の居場所を教えてくれた。あいつに会えたら言ってやれ。お前を狙ってんのは天下の公安だってな。矢上氏、つくもです。偉人町に桑名さんが現れたそうですぞ。ああ、コミジュルだろ。今向かってるとこだ。おお、さすがですな。そういうわけで、すでに警察がコミジュル一帯を封鎖し始めています。マジか。
包囲してから徐々に網を狭めて桑名さんを捕まえるつもりでしょう。八神氏どうされます？そいつを手配してるのは公安らしい。で、鍋さんによると桑名が捕まったら何か事故が起きる。事故？とにかく警察より先に桑名を見つけたい。つくも、あいつのとこまでナビ頼めるか？わかりました。では八神氏はそのままコミジュルに向かってくだされ。僕は周辺の状況を確認してみます。あ、杉浦氏も派遣しますので。わかった、よろしく。こちらつくもです。八神氏どうぞ。ああ、多分コミジュルの前に着いた。ええこちらドローンから見ておりますぞ。警察が道を塞いでる。どっかコミジュルに入れるルートは？ご安心を。侵入ルートの調べはついてますぞ。よし、行くか。さすがだな。で、どうすればいい？バリケードの手前、白い車が止まっているのが見えますかな？ああ、あれか。車の脇にかろうじて人が通れる隙間があります。そこから中に入れますぞ。窮屈かもしれませんが、八神氏の身のこなしをもってすれば問題ありますまい。了解。けど、さすがに人目が気になるな。それについてはお任せを。いたぞ、こっちだ。に囲まれた奥がコミジュルのようです。ドアが一箇所設置されているので、そこから中に入ってくだされ。なんだ、なんだ。任せくだされ。いたぞ、こっちだ。ほう、ナビを頼む。それと桑名を見つけたらすぐに教えてくれ。あれ、おかしいな。
もしもし。北方先生、どこですか？おい、どこだっつったんだ！でけえ声出すんじゃねえ。わざわざこっちの場所教えんな。黙って探せってか。でも広すぎんだろうが。しし、杉浦、つくも君が言わなかった。僕がフォローに行くよって。そうだった。八神さん、ここに来てる人たち RK だよ。じゃあ RK が警察より先に桑名を見つけたってことか。うん、ちょっと違う。さっき RK の奴らを警官がここに通してたみたい。どういうことかよく分かんなかったんだけど、見間違いかな。いや、多分見間違いじゃないよ。警察の一部がRK とグルになってるらしい。なんで？桑名を事故に遭わせるために。警察の上の方の誰かが桑名に消えてもらいたがってんだってさ。どういうこと？なんかすごい状況なんだけど、それ。とにかく警察や RK より先に桑名を見つけたい。あいつの居場所はわかるか？わかんない。っていうか、なんで桑名さんコミジュルに来てるの？誰か知り合いでもいんのかな？とりあえずこの建物の中をもう少し上まで進んでみるか。 RK じゃなくてコミジュルの人たちもいるんだろう。その人たちに聞けば桑名の居場所がわかるかも。 OK。 じゃあ RK の連中には気づかれないように。八神さん、 RK の奴ら結構うろうろしてるよ。ああ、でもあれだけ探してるってことは桑名の手がかりは掴んでないんじゃないかな。なるほど。じゃ、なるべく先回りしないとね。他に行けるところもなさそうだし、あの階段を登ろうか。これ以上は登れなさそうだな。八神さん、下からも RK が来たみたい。このフロアで他のルートを探そう。ここからなら上に行けそうだね。よっ、よいしょっと。おお、やっぱ身軽だね。よっと。
お疲れ、八神さん。おう、お前らコミジュルのもんだな。は？コミジュル？僕らが？どうなってんだここは。全然人もいねえ。案内しろや。八神さん、あいつら RK っぽいね。捕まっても面倒だな。どうする、やっちゃう？なあ。おい、死ね、やるぜ、死ね、おら。八神さん、この先が最上階みたいだね。こっちにも部屋があるよ。ちょっと調べてみてもいいかも。いい加減桑名さんの気配くらいあったっていいもんだけど、この先はどうかな。準備はいい？いける？八神さん。ああ、行こう。おい、どうなってんだよ。どこにもいねえじゃねえか。はあ、北方どころか誰もいねえ。警察の情報だろ、ガセだったのか。おい、どうするよ。まだ探すのか。もう無理だろ。どうする、八神さん。桑名さん見つからないみたいだけど。 RK が桑名を見つけてどうする気なのか確かめとこう。ただ捕まえるのが目的なのか、それともやっぱり殺す気なのか。それってあいつらに直接話を聞くってこと？相手はチンピラ4人だ。一人で二人ずつ。楽勝だ。まあね。よし、行こう。やあ、ちょっと話聞きたいんだけど、いいかな？はあ？誰だてめえら。お前らがコミジュルか？ねえ、こいつら八神さんの顔も知らないみたいよ。これはこれで寂しいもんだな。おう、どうした？あれ？ちょっと八神さん、急に数増えたよ。一人で二人ずつじゃないじゃん。そいつ八神だ、カムロ町の探偵。探偵？いいから捕まえろ、北方の仲間だ。オッケー、捕まえりゃいいんだな。ボコボコにしてやんよ。うっせえ、祭りだ俺。まったくもう。おい、ちょっと仕込むわ。ああ、もう
もう終わりか？にはもっといなかったっけ？いや、もう十分でしょ。おい、お前ら桑名を探しに来たんだよな。あいつ見つけてどうする気だったんだ？ただ捕まえてこいって言われてた。どうするか知らねえ。殺す気だったんじゃないのか？知らねえって。捕まえろって命令したのは相馬か？阿久津さんだ。どうせそこに指示出してんのは相馬さんだろうけど。あ、ねえ八神さん、ちょっと。仮面つけてる人多すぎないかい、陣長。僕もそう思い始めてた。桑名ならここにはいない。え？ガセネタだったんだよ。流したのはうちだ。あんたらはここの人コミジル。便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね、今回は桑名から頼まれた。ん？ガセネタ流すこと？彼は自分の目撃情報を流して敵がどんな連中でどういう動きをするのか確かめてみたいと言っていた。すると驚きの結果が出たわけだ。警察の情報がカムロ町の半グレにダダ漏れになっている。非常によく連携して桑名を捕まえようとしてた。じゃあ桑名は今の状況を近くで見てるのか。異人町にいるってこと自体はガセじゃないんだな。その先を話すには人払いを。え、俺？いや、ちょっと。ごめんね。桑名は異人町に戻ってきてる。あいつはこの町でこそ力を発揮する便利屋だ。今どこに？ハンピン・リューマンの鉄槽にかくまわれてる。あんたらなら奥まで入れてもらえるはずだ。もう話も通してある。桑名は俺らに会うと言ってんのか？ついてこい。警察にも見つからない抜け道がある。そこから町へ出たらいい。わかった、礼を言うよ。意外といい人たちなんだね。ただしもう二度とここには来るな。あんたらは招かれざる客だ。次に来たら命の保証はしない。勘違いだったみたい。
八神さん、桑名さんのいる場所って？ハンピン・リューマンのとこまで行けば案内してもらえると思う。あそこには俺、テッソーって兄弟分がいるんだ。は？とにかく行こう。また桑名の気が変わらないうちにな。